はい、どうもしのちゃんです。厳選層やっていきますということで、今回はねちょっと諦めないで癒しの名刺編ということで、ちょっとねこれをやっていきたいと思います。で、まあちょっと前の動画でも話したんですけど、しのちゃんはねこの同行者っていう存在を完全に忘れていたので、同行者を借りればミッション達成できるんじゃないかっていうところで、ちょっとめちゃくちゃ本気出してやってみました。一応ね、全部ミッションコンプリートできたんで、とりあえず今回は癒しの名刺に関して話していきたいと思います。本気出しました。とりあえず、このミッション達成の話ですね。とりあえずね、ちょっと先にちょっと軽く話しとくけど、オート集会は、できます。一応、このパーティーであれば。で、オートバトルでもちろんクリアもできます。ただ、最初の頃は、普通にオート集会で、このメンバーでクリアできていたんですが、途中からカインで、崖の上の敵を、ワンパンできなくなってしまって、なんでだろうなって思ったら、ブレイブっすね。ブレイブが、要はカインさん崖の上に上がっちゃうんで、4体さすがに全員は倒しきれないんで死んじゃうんすよ。3体倒した時点で死んじゃうんすね。そのせいでブレイブ下がっちゃって、途中からもうワンパンできなくなっちゃいました。ただ一応オート周回はできます。ただこのままオート周回やってたらカインさんのブレイブはどんどん下がっていく一方なんで、ちょっと厳しいですけどね、オート周回は。ただ、オートバトルでクリアは多分できると思いますけど、っていう感じですね。フレンド借りればね、同行者借りれば、オートバトルでどの道クリアできるので、とりあえずそういうことですね。で、今回はとりあえずミッション、どうやって達成したかっていうところなんですけど、この一番上のね、敵ユニット殲滅するのはとりあえず当たり前なんで置いといて、同行者雇わない。これに関してはやっぱりね、さすがに始めたばかりの人は厳しいかもしれないですけど、なかなかそれに関しては厳しいかもしれないです。これに関しては何とも言えないですね。だからその戦闘不能ユニットなしっていうのも、に関してはね、同行者借りればなんとかなるかもしれないです。属を3体同時に倒すっていうのも、同行者次第でなんとかなります。ここの問題点はこのね、受けたダメージが5000以下っていうやつになるので、とりあえずここのね、このミッション全部どうやって達成したかっていうところを話していきたいと思います。ね。で、とりあえずこのパーティーで、左から、光の戦士、アグリアス、ギルガメッシュ、カイン・ローザっていうとこですね。装備は一応持ってるやつで一番、いいやつを装備してっていう感じ でビジョンカードも一応共鳴度高いやつ装備してる感じで、問題はビジョンですね。もちろんタンクの光の戦士は、愛の誓いですね。で攻撃力アップで、被ダメージ減らしたいのでオーディンで単体攻撃耐性アップと、この射撃攻撃耐性アップっていうのを入れてます。でフレンドでビクトラを借りるので、攻撃力上げるためにね、この一つ攻撃アップっていうのを必ず入れてます。デモンズウォールね。なければ違うやつで。なんなら別に、こっちの方がいいか。こっちにしとこうか。雪原をかけるにしといた方がいいですね。で、一応このギルガメシとアグリアスも結構シノちゃんのパーティーでは重要なメンバーなんで、斬撃、攻撃アップっていうのを入れてます。ただ、ちょっと先ほど周回していたら、いいか。とりあえず行こうか。で、ビクトラさんを借りるので、ビクトラで強いやつを借ります。強そうなやつを借ります。この人にしよう。この人強そうなんで、こいつにしときます。よし、じゃあ、行きます。
よし、じゃあやっていきますということで、ちょっとね、運要素もちょっとあるので、今ちょっとテイク2なんですけど、さっきすんなり言ったんですけど、今あ、こういうパターンもあるんだって今ちょっと気づきましたね。とりあえずまずアグリアスで、この不動明拳を打って、ダメージ与えていく。で、カインさんを進めて、いつもね、最初の頃はブレイブ高かった時はこのピアシングランスで、ワンパンできてたんですけど、できなくなってしまったので、これを打ちます。で、ローザのあの AP、ローザはね、どうなんだろう。ビクトラ、フレンドで借りたビクトラが、範囲攻撃、スタート地点で打てる人と打てない人がいるので、まあ、AP 低かったら打てないみたいなんで、まあ、とりあえず、しのちゃんローザ持ってるんで、念のためにビクトラの AP 上げときます。でここで、ギルガメッシュの範囲攻撃で、こいつらを倒していきます。で、ここでビクトラ、フレンドのビクトラさんが動いてくれたので、ドラゴンダイブっていうのを打つんですけど、まあ、敵が先に動いちゃうんでね、どれくらい巻き込んでくれるかっていうとこなんですけど、ただこのビクトラさん倒してくんないですね。いや、きついかな。ワンパンできるビクトラさんだと助かるんですけど、どうですかね、いけますかね。とりあえずね、視界の戦士は、このブレイブセンスを使います。もし持ってなかったらね、エンゲルベルトとか、モントでアトラクトブレードとか打てばターゲット出るんじゃないかなって思いますね。とにかくこの光の戦士でタゲを取って、ダメージを抑えていくっていうことなんですけど、で本当はこのビクトラさんでね、ここを倒してくれるとかなり助かるんですけど、さっきしのちゃんがミッション達成したときはなんかビクトラワンパンしてくれたんですけど、まあ、してくれなかったですね。まあいいでしょう。とにかく光の戦士でターゲ取っていけばいいっていう感じなんで、まあ、あとはもうとにかく敵を殲滅していくのみですね。全力攻撃で敵をひたすら殲滅していくっていう感じで、どうしようかな。とにかくね、光の戦士で、とにかくタゲを取ってほしいので、ヘイストでも打っとくか。これどうだろう、先に動いちゃうかな。まあいいや、ジャンプしちゃおう。でこんな感じで、とにかくね、光の戦士で攻撃受けていけば、大丈夫なんで、まだ5000はいってないと思いますね。とにかくこの光の戦士持ってる人はこのブレイブセンス打って、タゲを取っていきます。残りのメンバーは、ひたすら攻撃ですね。適当に補助技でも打って、まあ、ここまで来たらもう大丈夫ですね。とにかく光の戦士でタゲさえ取れればもうダメージ全然食らわないので、もう大丈夫かなって感じですね。まあ、あとはとにかく崖の上の敵も倒しつつ、光の戦士で、ダメージを受けていきつつ、ただ残りの敵を殲滅して、もうこれはもう大丈夫ですね。これはもうミッション達成パターンです。
もう5000はもうこんな行きようがないので、もう大丈夫だと思いますね。まあ、たまたまこいつスタンも入ってくれたんで、ダメージももう食らわないですね。うん、こんな感じで、一緒、あ、ダメか。一応コメットにしとくか。わ、ローザにダメージいっちゃったけど、まあ、それでももう大丈夫っすね。とにかく光の戦士でタゲを取る。残りのキャラで敵を殲滅する。よし、まあ無事ね、一応うまくいきましたね。あ、倒せなかった。よし、これでもう、一応ね、受けたダメージ5000以下っていうのは、達成できてる感じなので、無事ミッション達成ということで、しのちゃんはこうやって受けたダメージ5000以下っていうのを、クリアしました。まあ、借りたビクトラさんがね、なんか崖の上の敵ワンパンしてくれるやつとか、早い上に敵より早く行動できる上に崖の上の敵をワンパンしてくれるビクトラさんだったら、もっとスムーズにね、いけるかなっていう感じですね。まあ、そこら辺はビジョンカードとかで調整してもいいかもしれないですね。うん、そんな感じで、まあ、ちょっともう心折れてましたけど、一応この癒しの名刺編はなんとか、ミッションはコンプリートすることができましたね。うん、まあ、同行者があるんで、もうオート集会はもう、カインのその死んじゃうことがあるんで、これ以上ブレイブ下がったらチキンになっちゃうかもしれないんで、ちょっとそこら辺は やりつつ考えていきますけど、もしかしたらカインの枠をエンゲルベルトとかに変えて、なるべくブレイブ減らないようなオート周回に移行するかもしれないですね。うん、もしくは、もうオート周回は諦めてフレンドでビクトラとか借りて、オート周回は諦めてオートバトルだけでね、ただ再戦のタップはしなきゃいけないですけど、そうやって周回する分には一応超高難度はね、うん、周回できるかなっていう感じですね。うん、マルチはともかくね、もうマルチはもう厳しいっす。うん、うん、マルチはちょっと厳しいですけど、まあ、こういうソロならね、一応こういう感じでやれば、ミッションと、オートバトルはね、オートバトルクリアはなんとかいけると思いますね。同行者借りればいけると思います。そんな感じで、ね、ちょっと諦めないで、ヤシの名刺編ということで、まあ、こんな感じで一応ミッション達成しましたということですね。うん、そんな感じで、どうもありがとうございました。バイバイ。